せーの、夏といえば里谷子の花館の虫を食べる植物展。皆さんこんにちは、昨夜この花館公式動画チャンネルへようこそ。ご無沙汰しております、上田奈です。溝部です。今回試してみますのは、あの虫を溶かして食べるという不思議な植物、ウツボカズラでお米を炊いたり、ホットケーキを焼いてみたり、なんとお好み焼きまで焼いちゃおうという企画です。そんなことをして大丈夫なんでしょうか。なんせ虫を溶かしてしまう植物ですから心配ですよね。私溶けたりしないですかね。ちょっと上田さんで一回試してみましょう。まあそうなりますね。もう私食べる係で、じゃあ、はい、それではウツボカズラ取りに行きたいと思います。はい。それでは今回はですね、ネペンテスリグレイアナで作っていきたいと思います。どれがいいですかね。じゃあこれでいきます。ウツボカズラさんごめんなさい。もう一種類ネペンテスベントリコサでも作っていきたいと思います。はい、じゃあ早速洗っていきます。特にここの部分ですね、ここがちょっとなんか汚れが溜まってそうなので入念に洗っていきます。はい、それではウツボカズラの方きれいに洗ってきました。このウツボカズラを使った料理なんですけれども、そもそも代表的なものに、マレーシアのクチンの山に住む民族に伝わる伝統的料理、マレー語でレマンプリラケラと言います。英語ではピッチャーライスとも言います。ピチャライス、このウツボカズラの中にお米を入れて炊くような料理になっています。こういうところにお米を入れて作るということは、あのちまきとかおこわみたいな食べ方ですかね。その他東南アジアボルネオの先住民イバン人がお祭りやお祝いの時に作ったり、タイでは屋台などでも親しまれております。なるほど、タイだけに屋台。では早速ですが作っていきたいと思います。ウツボカズラ飯にですね、今回使用する材料はウツボカズラの補充袋が4つ、はい、こちらですね。米が 0.5 合、はい、これ一晩寝かせております。牛乳が 50cc になっております。はい、牛乳です。ココナッツミルクパウダー小さじ 1.5、はい、砂糖が小さじ1。砂糖が入るということはちょっと甘めにこう仕上げると。そうですね、お菓子みたいな感じですね、はい、続きましてホットケーキの材料を紹介します。はい、まあ、見たまんまなんですけどホットケーキミックスになっております。続き あと卵ですね。すいません、卵忘れてましたね。であと、お好み焼きの、材料ですね。お好み焼きの粉と、はい、あと卵と、はい、あとキャベツです。キャベツです、これ細かく。それではこちらで、作っていきましょう。はい、はい、レッツクッキング。レッツクッキング、すいません、レッツクッキング。それでですね、まずはじめにココナッツミルクパウダーを 1.5 小さじ 1.5 入れてください。じゃあその後に砂糖小さじ1お願いします。はい、大丈夫ですかね。そしたら今度は牛乳 50cc を入れてください。はい、はい、それでは、こちらをよく混ぜてください。はい、混ざりましたか。はい、はい、それではですね、続きましてウツボカズラの、ホチ袋の中にですね1/2ぐらいまでにお米を詰めていってください。このまま入れちゃっていいですか。はい、いいです、いってください。袋の1/2くらいまでです。そしたらですね、今度は先ほど作ったですね液体ですね、ウツボカズラの袋の縁ギリギリまでですね。それ
それでは続きましてホットケーキ作っていきたいと思います。まずはじめに、卵1個割ってください。割れない、なかなか割れないあ、はい、続きまして水 150cc 入れてください。あ、よく混ざってます。はい、そしたらホットケーキの、粉ですね、こちら 200g 入れてください。カメラマンの田中さんが助っ人に入って混ぜてくれてます。つぼかずらのホチ袋の中に液を入れていきましょう。垂れてますね垂れちゃいますよね。でもね、それで続きましてお好み焼きの方を作っていきたいと思います。まずはじめに卵1個入れてください。はい、さっきと同じ要領で入れてください。はい、さっきと同じように割れないですね。はい、続きまして水 150ml 入れてください。はい、よくかき混ぜてください。それでですね、今度はお好み焼きの粉ですね、まあ、これぐらいの量で 80g になっております。キャベツを目分量入れてください。全部入れたら多いかもしれないです。なんか知ってるお好み焼きではないかもしれない、はい、じゃあホチ袋の中に、入れてください。はい、キャベツがちょっと大きかったですねはい、それではようやく準備ができましたので、鍋に火をかけていきたいと思います。中火でですね、熱しまして、沸騰しましたらですね、弱火で約30分熱します。蓋はしなくていいですか？蓋書いてないですね。これで蓋するってかなりハードですよね。結構。30分経ってからですけども、様子を見てみたらですね、ちょっとお湯に浸かってない部分がちょっと生みたいな感じでしたので、さらに10分加熱してここで揚げていきたいと思います。はい、はい、じゃあまず、うつぼ飯の方からできてますかね。楽しみですね、はい、匂いはね非常にいいので。おっと、すいません、ちょっとここでアクシデント1個打ちましたが、ちょっと中はこのように熱い、熱いです、ちょっと熱いです。熱いですか？はい、寝かして、ちょっと寝かしますね、とりあえずね。あーっと、これはギリギリセーフですね。あ、アウトですね。アウトですね中を見るとですね、ちょうどお粥状になったような米の感じがあって、でこの下の方ですね、こう押さえるとですね、非常に弾力のある、これは完全にもうできてますね。できてる感じですね、うん、できてますね、うん。それではですね、切っていきたいと思います。中身どうなってるんでしょうか、はい、いきますよ。あ、ちょっと切りにくい、いける、はい、お、弾力がありますね、はい、すごいですね、これそのままバシッと、すごいもちもちしてますね。中身がおっと、おっと、できてますね。できてるけど、これは、ね、一回食べてみないとちょっ と、ね、匂いとかどうですか、分かんないですけど。あ、でもココナッツの、ココナッツミルクの甘い香りがしますね、はい、現地ではですね、バナナの皮を剥くようにしてですね、中のお米だけを食べるんですけれども、今回は YouTube ということで、ウツボカズラの丸かじりいきましょういやそうなると思ってましたけどねもうここはね、もう YouTube やからね、お願いしますわかりました、行きましょう、はい、じゃあ食べますね、はい、じゃあ行きますよ、はい、はい、行きますね。お、なんかパリパリ言ってますよ、うん、お、思ってたんと違う桜餅を食べてるような感じで、皮が、あ、でも皮なんや、硬っ、皮が硬い何これ、やっぱ硬いですね、うんうん、でも中は美味しい、中は甘いなるほど、はい、枝豆の皮を食べてるみたいな感じ。これね、皮が硬いんで、ちょっと音でね、一回皆さん感じていただきたいと思いますね。かぶってみ、かじってみます。
いい音してますよ。いい音すんねんけど、枝豆の皮それさっき言ってましたよ噛み切れない。私はですね、ちょっと丸かじりは難しいので、輪切りにしていきたいと思います、はい、本当にね、切った時に弾力がね、すごいんですよ。のり巻きを本当に、ね、文字、ほら、包丁にひっついて取れなくなるんですよ。それでですね、私の方はですね、ちょっと皮を剥いて食べてみたいと思います。あー、いやいやいや、ちょっとはやっぱ皮ごと食べてみません？じゃあ、ちょっとだけ、皮もですね、含めて味見してみたいと思います。うん、思ってるよりも甘くないで、食感はなんかもちもちしてるんですけど、うん、なんかお米とお餅の間みたいな感じです。皮は私は嫌じゃないですね。かしわ餅についてる、かしわの歯みたいな、歯ですね。あれって結構いつもいい匂いがするので食べたいなと思うんですけど、あれは食べないね、普通。そうですね。でもこれはこう薄いから食べられる。まさかの美味しい。あ、そうそうそう、そこ美味しいですよね、皮。そう、いや、まずいことはなかった。田中さん、じゃあ次はどっち行きますか？どっちやな、どっちやろな、これな。すごい迷いますね。迷う迷う、これはもう全然お好み焼き。逆にお好み焼き、わかりました。はい、うわー、これ見た目すごい。いや、でも焼けた感はあるよね。さっきのそのお米よりは柔らかいんです。さっきよりも包丁がスーッと入りますね。お好み焼きとこのおつぼの皮が合うかどうかですね。はい、じゃあちょっとこれ。それではですね、お好み、ソースとマヨネーズつけてですね、食べていきたいと思います。はい。お好みですね。皮が巻いてあるお好み焼きですね。そのものですか？そのもの、お好みとしか言いようがないですもん。つけて。どうですか？ お好みやね。あー、でも柔らかいお好み焼きですかね。キャベツがちゃんと入って、うん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 、そしたらですね、もうこの勢いでですね、はい、ホットケーキの方も行きたいと思います、はい、固まってんのかな。ちょっと一回上げますね。すごい形。なんかちょっとベコベコですね。一番見た目は悪いですね一応中の液は固まってますね。こうやってもこう垂れてこない一応固まってはいます。ただなんかもうベコベコですね。ベコなってますけど、逆にしぼんでる感じが、ウツボカズラムシに近い感じの弾力。 あ、パンっぽい。あ、こっちパンっぽいね。蒸しパンですよ、多分。蒸しパン下の弾力は何に似てます？なんかフランスの郷土料理 の、 お菓子に、うん、カヌレっていうお菓子があるんですけど、うん、それにすごく似てますねそう、ちょっと一回なんかね、ほんと知ってんのはちみつ、はちみつ、はちみつつけていただきます。また皮ごとね。皮ごといきます、はいはい、音がもう抜群にいい。これ言葉が出ないっす。なんか、うん、ホットケーキではない、うん、無味のもちもちしてる何かです蜂蜜をこうつけて、うん、どうですかね。ほんまやね、さっき言った通りですわもうそれ以上言いようがないというでも一番これが一番安全パイやったんですよ、僕の中では。はいはいはい、はい、ホットケーキっていうところが、うん、まあでも結果として一番まずかった。そうですね、一番無味ですね。またね、この皮の味がね、ものすごいここに映ってる感があるよね。あ、そうですね、そうですね。皮のその草っぽい感じが。そうですね、3種類の中で一番皮の存在を感じますね。なんか枝豆の皮の匂いみたいなのが
何を言うてるかよくわからないですけど、はい、ただですね、一番実は楽しみにしてたですね、はい、このホットケーキがちょっとお味が三角やったんで、とっておき の, お楽しみをですね、もう一個用意してますので、はい、上田さん食べてください、ぜひ、はい、じゃーん、つぼかずらのゼリーです。すげー、これはすごいね。どうですか、上田さんが見てない間に用意して冷凍庫で冷やしてましたよ、うん、これ涼やかですね。これ どうやって作ったんですか。ゼラチンとですね、今回マンゴージュースの方を使いまして、はい、今キンキンに冷やしております。はい、ベトナさん、はいはい、最後なんで、ぜひガブッとですね、また丸かぶりでいっていただきたいなと思うんですけれども。もう夢に出てきそうですよねゼリーのとこだけ、もうすくって楽しく終わりませんか。まあそうですね、うん、はい、よかった、いただきま す, きます。お湯を冷えてる、うん、どうですか。はい、やっぱりゼリー美味しいですね。まあ、そういうことにしときますね、うん。昨夜この花館ではこの夏虫を食べる植物展を開催しております。今回食べたウツボカズラをはじめ、二枚貝のように、パクッと、ハエを捕まえるハエ取り草、ネバネバで虫を動けなくするモウセンゴケ、小さくてウサギみたいで可愛いのに実は食虫植物のウサギゴケなど、世界中のさまざまな虫を食べる植物を一度にご覧いただくことができます。他にもですね、さまざまなイベントをたくさん開催しておりますので、ぜひホームページをチェックして、昨夜この花館に遊びに来てくださいね。お待ちしております。待ってま す, 待ってます。ありがとうございました。チャンネル登録はこちらまで。はい、それではようやく準備ができましたので、鍋に火をかけていきたいと思います。ですね、まず沸騰させてからまず沸騰させてからですね、沸騰してから30分、沸騰してから弱火にして30分、30分熱しますのでお願いします。